平野紫仕様の新展開。舞台裏に迫る、新ママダンサーとの予測不能なコラボ。平野紫仕様の魅力に新たな光が注がれています。わずか数ヶ月のインスタ登場から、彼の SNS は400万人以上のフォロワーで賑わっています。そして、ついに女性との親密なツーショットが披露され、その背後には様々な感情が渦巻いています。 彼の新たな展開に興奮するファンもいれば、不安視するファンも、今回は、平野潮とダンサーリーハタトップの交流がもたらす波乱に迫ります。平野の新たな始め府、2023年9月23日、平野潮は自身のインスタグラムを更新し、ファンを驚かせました。この日、彼はリーハタトップのツーショット写真を、Living with a t タとのメッセージと共に公開。 二人は同じブランドの服をまとい、お揃いのポーズを披露し、これによって大きな注目を浴びました。しかし、この投稿には様々な反応が寄せられました。賛否両論、一部のファンは、平野が女性との交流を公然としたことに戸惑いと動揺を覚えているようです。女性とのツーショットはきつい隠して欲しかったといった声がコメント欄に並びました。 特に注目を集めたのは、リーハタが現在シングルマザーであることが判明し、その事実に対する様々な意見が交錯しています。一方で、平野のファンからは、リーハタとの再会は新曲につながるのではといった期待の声も上がっています。 リーハダオを金プリ時代の楽曲の振り付けを担当したダンサーとして知られ、その才能に期待する声がファンたちの中で広がっています。ただし、この騒動が平野の今後の活動にどのような影響を与えるか、一部のファンは懸念している様子です。ファンの声、一部のファンは、今回の炎上で関わりがなくなったらどうしてくれるの 一部のファンが荒れて平野くんの活動を狭めるようなことはしないでほしいといったコメントで懸念を表明しています。彼らは平野がリーハタをどのように認識しているのか、そしてこれが今後の活動にどのような影響を及ぼすのかについて心配しているようです。未知の展開、平野仕様のファンにとって、この新展開はますます予測不能となっています。 一方で、騒動を心配するファンもいれば、新しいコラボが彼の芸術的な活動にどのような新たな局面をもたらすのか興奮するファンも、これからの展開がますます気になりますね。平野の仕様の SNS を注視して、新しい情報に耳を傾けましょう。 平野の仕様の新たな展開には賛否両論の声が寄せられていますが、その舞台裏には未知の展開が広がっています。彼の SNS での女性との親密なツーショットは、ファンたちに様々な感情を抱かせ、特にダンサーリーハタトップのコラボが注目を集めました。 一部のファンはこれを新曲につながる可能性と期待し、一方で女性との交流に対しては戸惑いや不安の声も、今回の騒動が平野の今後の芸術的な活動にどのような影響を与えるかは未知数です。一部のファンは懸念を表明し、今後の動向に注視しています。平野仕様のファンにとっては、 彼の新たな一歩が、ますます予測不能な展開となり、その道の魅力に引き込まれていることでしょう。ファンは引き続き、平野の SNS やメディアの情報を追いかけ、新たな発展に期待を寄せています。たな発展